街にたくさんの猫がいる。どんな猫が来るのかな。どもかわいい友達できるかな。外へ飛び出せ探検だ。腕に猿をはめて。今日は一体どんな猫に出会えるかな。あ、みんなこんにちは。どうも飼い主だよ。おや、早速こんなところに。わあ、ガッちゃんだ。ガッちゃんがいました。わあ。ねえねえ、ガッちゃん、そんなところで何してたのかな。お昼寝でもしてたのかな。そこは日が当たって気持ちいいかい、ガッちゃん。あ、こら、それ僕のリンゴだぞ。取るんじゃない。僕のリンゴを取るんじゃない。ガブ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 、ガッちゃんの頭を食べてやる。ガブガブ、どうだ、まいったか。えいえい、こらこら、パンチパーマアタックだ。パンチパーマくらい、どうだ、まいったか。ガッちゃん、お昼寝してたのかい、そこで。おっと、落ちる落ちる、危ない危ない、ガッちゃん。ほら、僕のリンゴ半分食べていいよ。はい、どうぞ。はい、一緒に食べよう。もしやもしや、お、あ、このリンゴうまい。食べへんのかい、ガッちゃん。あ、あ、ちょっと待って、猿つける。待ってや、ガッちゃん。はい、猿だよ、ガッちゃん。あ、まだ僕のリンゴ、それ好きだね、ガッちゃんは。食べていいよ、パンチパーマだ、ゴリゴリ。ゴリ。今日はポンちゃんは？ガッちゃん一人で寝てたんか？僕もガッちゃんの横でお昼寝したいな。ここだとポンちゃんが来てもすぐわかるね。僕は猫探しの探検に行ってくるから、ガッちゃんはそこでゆっくりお昼寝しててね。そこへ行けばどんな夢。あれ？おや？あれはもしかして、もしかしてもしかして、ネタロウだ。ネタロウくんを発見しました。ネタロウくんもお昼寝かな。ちょっと近づいてみましょう。おや、向こうの方へ歩いていくぞ。どうしたんだ。あ、チャトラ猫もいました。あの2匹はとても仲がいいんだ。いやー、今日も可愛い猫たちに会えた。次回はどんな猫たちに会えるか楽しみだね。ガッちゃんまだそこおったん。